高専1年の女です。今すぐ辞めたいです。理由はクラス全員が嫌いだからです。クラスの大半がオタクで容姿を気にするような子もいなくて、本当に5年間ずっと同じクラスでやっていくモチベーションなんてないです。入学する前から5年間同じクラスということは知っていました。でも中学と同じように明るい人たちがいて、おしゃれな子がいてのクラスで16から20までの大切な5年間を過ごせると思い楽しみにしていました。ここまでみんなが幼稚で容姿も気にしていないのだと分かっていたら絶対に普通高校に入ったのにと悔やんでいます。高専を選んだのは私ですが、1回の過ちで5年も無駄にしたくないです。私はもちろん勉強がしたいのですが、今しかない青春も謳歌したかったです。転入編入なども調べましたが、時期的にも理由的にも無理で絶望しています。死なない限りこの絶望から抜け出せないんだなと思うと涙が出ます。このまま高専で5年間を過ごせば確実に就職できますが、5年というのは本当に長いとやっと気づきました。一度の人生、残りの10代をこんな学校で過ごすのかと思うと本当に悔しいです。私の人生は終わりました。教師がこの服装をしていて、それが理由で生徒の保護者から苦情が入るのって正当だと思いますか？爆乳なら仕方ないですよ。大きいサイズないから。ある意味かわいそうだし、文句言う人はやっかみじゃないですか？この前在宅勤務中に娘0歳が泣いていたため、思わずうるさい黙らせろと嫁に言ってしまいました。その夜嫁からなんで子供作ったんだとかいろいろ文句を言われ、出ていくとまで言われました。とりあえず謝りましたが、ちょっと納得がいかないです。そんなことで出ていくなんておかしいですよね。そんなことで出ていくより0歳児が泣いているのうるさい黙らせろという方がおかしいと個人的には思う。彼女のキスが人工呼吸で困ってます。付き合って2ヶ月になる彼女がいるんですが、キスをするときに人工呼吸みたいに息を吹き込んできます。お互い他の異性と経験がないので、僕がリードするべきなんでしょうが、今のところ息を吹き込まれ続けています。正直苦しいです。どうしたらいいでしょうか？あなたも負けずに息を吹き込んでください。エンジンをかけてすぐに切るのは良くないと聞きました。しかし私は20秒くらいで切ってしまいました。もう廃車ですか？そんなのですぐ壊れるわけないでしょ。死刑囚の最後の晩餐って何が出るのですか？ラーメンが多いですね。私の時はうどんでしたが。沖縄と北海道で時差はありますか？はい、北海道が昼でしたら沖縄は夜です。今布団を取り込んだんですが、郵便局員が近くの木陰で涼んでいました。バイクに腰掛けて缶ジュース飲んでいるようです。この暑い中大変だなとは思いますが、やっぱりサボりは良くないので郵便局にチクった方がいいんでしょうか？熱中症対策です。水分補給をしないと病院へ担ぎ込まれます。っていうか真面目な話、1時間も2時間も休んでるんじゃなければ少しぐらい休んでたっていいんじゃないですか？あなた鬼ですね。女の子の名前を赤身カルビにしようと考えてます。カルビは可愛い名前だと思いますが、どうでしょうか？字のバランスが気になりますが、赤身カルビなら可愛くないですか？あら、カルビがいいですね。年寄りです。最近の若いのはなぜ新幹線の指定席を譲ってほしいと言ったら無視するのですか？年寄りに厳しすぎではないですかね。指定席は年寄りに座る権利があるのではなく、買った人に座る権利があるからです。至急です。中1の娘の部屋から中1の娘が出てきました。 何か心配です。私はどうするのがいいでしょうか？私はあなたが心配です。緊急です。彼氏と喧嘩して高速道路のインターチェンジで置き去りにされました。どうやって帰ればいいですか？駅が近いみたいなのですが、歩いて高速を降りられますか？とりあえず歩いて近くの店で訪ねてみてください。後日その彼氏さんとは別れてください。とてもでないが、あなたのことを大事にしてくれるとは思えない。13歳って13歳も入るんですか？え、そりゃそうでしょ、13なんだから。なんで俺が恋愛においてダメなんですか？どこがダメなんですか？東大でですが、この問題だけは分かりません。彼女がずっといないまま30歳を迎えてしまいました。告白した回数が26回で成功率 0% です。食事が終わって帰りによく告白しています。東大出身でもモテないし、婚活で人気ある職業1位の公務員でもモテないです。恋活と婚活のイベント等で100万円以上投資しても彼女ができません。自分は安定の公務員、東京大学で181cm66kg、ギャンブルしない、タバコ吸わない、お酒は付き合い程度、性格は優しいしすごく真面目で浮気しなそう、メガネじゃない、車持ってる、誠実、パソコンも得意、勉強できる、高校は県一偏差値高い高校で常に勉強してました。オタクな趣味もありません。弱点といえば顔が良くないし、髪もテンパで運動だけは苦手で体育会系が嫌いでした。もうこれな。昔見たのですが、ワンピースにてチョッパーとロビンが性行為をする話は原作で何話でしょうか？それは同人誌です。原作にはありません。レンジがチンならオレンジレンジはおチンチンなの？意味不明な質問なのに妙に納得してしまった自分が悔しいです。至急脈ありですか？これ自分で草。彼氏か旦那が大人用おもちゃを使ってたら嫌ですか？いや、子供用のおもちゃを無邪気に使っている方が嫌です。ブー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 、電車電車。わけあって Wi-Fi が使えないとき、 4G でエロ動画サイト見たらなんか悪いこと起きますか？契約状況にもよりますが、 Wi-Fi だと使用可能ギガ数は減らないのに対して、そのキャリアの回線を使うと使用可能ギガ数が減ります。ってことはめちゃくちゃエロいってことですか？
彼氏が嘘をついています。どうしたら嘘であることを白状してくれますか。彼氏は高専を卒業したと言っています。しかしそれはありえません。というのも高専は呪術廻戦に登場する架空の教育機関であり、明らかに嘘であることは明白です。いくら私がジャンプファンだからってバカにしすぎです。どうすれば彼氏に嘘であることを自白させられますか。呪術高等専門学校は架空ですが、高等専門学校はたくさんあります。バスケの必勝法を考えました。バスケ経験者の方どうでしょうか。靴にタックルされて終わりですね。おやおやおや。